こんにちは、まなぶです。今回は FX は人を不幸にする話、こういったテーマでお話をしていきます。先日にこういったツイートしました。で、読み上げていきます。 FX をやっていて思うのですが、安定収入を作る前にトレードに手を出すと人生の幸福度が下がりまくりそう。基本的に初心者のうちは勝てないし、天才じゃない限りは3年くらいは負け続けますよね。その間資金が減り続けるわけなので精神ダメージが大きそう。僕は5年スパンにいてトレード学習します。こういったツイートです。で、最近僕 FX 始めて今だいたいちょうど3ヶ月目とかそれぐらいなんですけど、全然今結論としては負けていて、で、その時にその FX の負の側面、マイナスの側面っていうのは結構見えてきたので、それちょっとお話していこうと思います。で、結論として、現時点で僕思うことなんですけど、やっぱ FX って人を不幸にするなと思っていて、で、なんでかっていうと、基本的にお金が減り続けるからですね。世の中に勝ち続けるトレーダーって多分、10% とかって言われたりしてるんですけど、多分もっと少ないと思っていて、僕はもうね、多分 1% から 3% とかそれぐらいだと思うんですよね。だから100人始めたら、90人以上はみんな負けていくわけじゃないですか。で、負けるってなったらこうなんかなけなしのお金がずっと減っていくわけですよね。で、これ経験した人だったらわかると思うんですけど、やっぱりその自分のお金が減っていくのって想像以上にこう精神ダメージがあります。で、じゃあ例えばなんですけど、僕はどんな感じの資金で始めて今どういう状況かっていうのを、もうこれ嘘を偽りなく全て公開すると、最初に前提条件として、僕の場合だと月収が今だいたい月1000万ぐらいあるんですよね。で、これって多分ある程度多い方じゃないですか。で、それでじゃあ投資額どれぐらいにしたかっていうと、とりあえず200万っていうのを FX の口座に入れています。で、200万っていうのをじゃあ FX レバレッジってあるじゃないですか。で、レバレッジどれぐらいにしてるかっていうと、僕の場合5倍ですね。で、5倍って多分結構低い方なんですよ。で、こういった感じで収入が結構あって、そのうちから少しだけ運用資金っていうのを出して、それでレバレッジもかなり低めじゃないですか。だからすごい安全な、FX トレーダーとして僕は一応デビューしたわけなんですけど、じゃあ結果として2ヶ月半ぐらい経ったんですけど、その時にじゃあ資金どうなったかっていうと、200万から180万まで、ざっくり 10% のダウンですね。それぐらい減りました。ただ僕の場合だと、先ほどもお話した通りレバレッジ5倍じゃないですか。でも世の中見てると、なんかレバレッジ10倍はいいとか、レバレッジ25倍にしろとか、はたまたなんかレバレッジ100倍にしろとか、そういうの書いたりしてる人もいるんですけど、ただそんなことやってたら多分1ヶ月ぐらい資金こう消えたりするわけなんですよね。なのでそれぐらい恐ろしい世界なんだなっていうのを今回お伝えしたかったっていうことと、あと例えばじゃあ多くの人の場合どんな感じで FX 始めるかっていうと、多分その貯金が仮に200万ぐらい貯まりましたみたいな、そうなった時にじゃあなけなしの20万とかをこう FX 口座に突っ込んで、でそれでレバレッジ10倍とかで回すみたいな、結構こういう人多いと思うんですよね。貯金200万のうちの20万を FX にぶち込む、貯金額の 10% じゃないですか。で、20万が減ったらそれ1ヶ月の給料とか消えちゃうわけなんで、結構こう心が痛むじゃないですか。で、それをレバレッジ10倍とかでやるわけなので、これミスると多分それこそ2、3日とかでこうストーンって消えちゃったりするわけなんですよね。で、あとさらに秘宝なんですけど、僕 FX でこう負けまくってる時に悲しいなと思いながら、いろんな人のこう情報を調べてたんですよ。で、例えば Twitter とか見ると、すごい稼いでるトレーダーの方とかいたりとか、あとは GMO っていう会社が出しているトレードアイランドかなっていうなんかトレーダーのランキングのサイトがあるんですけど、そういう場所見ると、いろんなその今のトップトレーダーの過去の成績とかっていうのを見ることができるんですね。で、そういうのを見ていた時に、大体の人って3年ぐらいは負け続けてるんですよね。で、3年負けまくって、それでなんか4年目5年目ぐらいからこう調子を取り戻していて勝つみたいな、結構そういうパターンが多いかなと思っていて、っていうことはつまりその初心者が始めたところで最初の3年ぐらいって良くてトントン、もしくは多分9割方っていうのは負ける、もしくはもう完全に退場していく、資金がなくなっちゃって、そっちだと思うんですよね。なのでこういった事実を見て普通に考えると、FX は人を不幸にするなっていうふうに僕は思ったわけです。で、ここから話深掘りしていって、FX 人を不幸にするので、じゃあどうすべきかっていうと、これから FX やろうとしている方とか、今やってる方に、あくまでこれ僕の初心者意見なんですけど、お伝えしたいこととして、それ何かっていうと、まず結論、労働で稼ぎましょうっていうところですね。で、なんでかっていうと、多分通常の精神じゃ結構耐えらんないんじゃないかなと思っていて、で、例えばじゃあ本業である程度じゃあ月30万ぐらい稼いだとして、で、その30万っていうのをこうコツコツ貯金して、それで FX にこうぶち込んでいくじゃないですか。でもそれやっても基本的に3年間ぐらいはこう溶け続けるわけなので、それもう途中で多分心折れるじゃないですか。で、あとさらに言うと、その FX をやってるモチベーションっていうのが仕事を辞めたいみたいなモチベーションでやっちゃうと、早く辞めたいから早く稼ぎたいみたいな、そうやってやると多分無理なトレードをすると思うんですよね。で、無理なトレードをすると利益が出てる時に
早くもうこの利益を確保したいみたいな、それもっと早く稼ぎたいみたいな、でも一方でその含み損みたいな感じで損失を抱えちゃっている状態だと、いやこの損失は絶対確定したくないみたいなっていう多分心理が働くと思っていて、でそうなってくると完全に負のスパイラルになると思うので、まあ、なのですごいなんか悲しい結論かもしれないんですけど、まあ、まず最初労働で稼ぐ、労働で稼いでそれでも収入をがっつり上げていって、仕事もやっぱ楽しいけど、まあ、その仕事の傍らで FX もやってみて、で FX なんとなくやってたらなんか勝てるようになってきたから、まあ、本業を辞めるみたいな、まあ、そういった感じがいいんじゃないかなと思ったりします。まあ、ただここまで聞いて多分僕に来る意見として、いやそうかもしれないけど FX のトレードだけで勝ってる人もいるじゃないかみたいな、いきなり初心者から始めてそれでトレードでこういきなりなんか億トレーダーになるみたいな、そういう人もいるとは思うんですけど、まあ、ただ僕が観測してる範囲だと大半の人ってもともとちゃんとスキルある人だと思うんですよね。例えば僕の身の回りでそのツイッターとか見てて思うんですけど、まあ、大体エンジニアか経営者が多いと思っていて、エンジニアとか経営者でもともと結構収入も高い人たちで、それで空き時間も多かっただから、FX 始めて、そしたらなんか FX めっちゃ勝てたし、なんかもう収入も増えちゃったから、そしたらまあ一旦まあ本業辞めてもいいかなみたいな、まあこういうパターンが多いと思います。まあなので、もちろん例外はいると思うんですけど、トレードスキル以外何も持ってませんみたいな、こういう人って実は少数派なんじゃないかなと思っていて、大半の安定的に勝ってるトレーダーの方っていうのは、まあトレードがもし負けたとしても別になんか本業に戻ればまた稼げるみたいな、まあそもそもなんか能力値高い人みたいな、そういった感じが、まあ、個人的に思ったりしています。まあ、なのでこれ見てる方にお伝えしたいことは、まあ、まず稼ぐ力とか、あと労働で稼いでいく、まあ、こっちの方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしています。で現状の目としては、まあ、ある程度そのプログラミングとかブログとか稼げるようになって、でちょっとは時間作れるようになったので、まあ、なので引き続き、まあ、現在負けちゃってるんですけど、まあ、あと3年ぐらいですかね、3年ぐらい勝てるようになったらいいなと思いつつも、まあ、長い目で、まあ、5年ぐらい頑張っていこうかなみたいな、そういうふうに考えたりしています。はい、というわけで今回の動画は以上となります。で僕のチャンネルでは、まあ、FX の話はほぼしないんですけど、基本的にお金の稼ぎ方の話っていうテーマで発信をしています。もし参考になったらチャンネル登録、ライクボタン押してもらえると嬉しいです。であとブログ、ツイッターもやってまして、概要欄に貼ってます。ぜひご覧ください。というわけで以上となります。さよなら。